はい、どうもこんばんは、パジャマ姉さんです。今日はですね、もう撮ろうと思っていて、こうなかなか撮ってなかった、ダーマローラーについての動画を撮りたいと思います。ちょっとハードルが高いのでご注意ください。はい、ダーマローラーって何って話なんですけども、ですね、これです。見えますかね。ローラーに、針がついてます。でこれはチタン製の針がついてて、0.3mm です。 0.3mm のを私は使っています。でこれは、何のためにやるのかというと、この針のついたローラーを肌の上でゴリ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 ローラーすることによって、わざと傷をつけるんですね、肌に。傷ついたところってこう自分が持ってる自然治癒力で治そうとするんですね。でその時にコラーゲンがぶわって寄ってきて、そのおかげで肌にパーンと張りが出るっていう、ちょっと荒治療になります。でこれ私すごい何年も前に一度、美容皮膚科でやったことがあります。で美容皮膚科でやるとね、2万円ぐらいしたと思います。まず麻酔して、で EGF 塗って、でこれでゴリ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 やって、でなんかシートマスクして、それ終わりかな。そんなので2万円ぐらいしました。でこのダーマローラーは日本ではね、もちろんあんまり普及してないんですけど、海外、特にアメリカとかでは結構普及してて、この針の、長さによって肌の再生に違いがあるので、すごくニキビ肌の人とかはもっと針の長いやつで本当にゴリ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 して、もう何回かすると本当に肌が、生まれ変わるみたいな効果があるそうです。はい、ではこの 0.3mm ぐらいのダーマローラーにどんな効果があるのかというと、アンチエイジング、例えば小じわとか毛穴収縮に効果があるって言われています。でなぜかというと、これをねやった後って、私の場合は翌日はすごく肌の感じが良くないんですよ。肌がくすんで良くない。で3日4日経つと、このちょっと傷ついたところの一番上の表皮がちょっとねポロポロ剥がれてくるんですよ。で5日目ぐらいに全部表皮が生まれ変わって、要は皮が1枚剥けるみたいな感じですかね。そんな全然大したことないですよ。本当に肌のターンオーバーを促進するみたいな感じで、ちょっと肌の表面の皮が剥けてつるんってなるかなっていう感じがします。それがね、4日か5日目ぐらいです。なので週に1回するのはベストなんですけども、そのどのタイミングでやるかは結構計算しないといけないです。ちょっとねこれ確かに痛いですよ。やってる動画見てもらえればわかると思うんですけど、痛いです。でも我慢できる程度です。なので私みたいに全然平気、もう痛いけど平気っていう人はできると思います。だけどちょっと怖いな、どうなんだろう、心配だなっていう方はあんまりお勧めしません。一度病院とかね、皮膚科でやったり、その時に先生にね、たくさん質問したりして、不安を解消してから自分でこう買って始めるの方がいいと思います。で、その時ダーマローラーする時に使ってるのが私こちらです、スワニココの EGF のなんですけども、バイオミックスピュアアンプル 2GF ってやつですね。 EGF と FGF かなが入ったやつです。これがね3本セットのやつ、これを使ってます。でこれを塗った後に、ゴリゴリしますよね。でゴリゴリした後って少しだけ赤くなるんですよ。全然 血とかは出ないです。全然出血とかはしません。はい、ではですね、一番大事なやり方についてなんですけども、一番大事なのが縦横斜めこういうふうにあらゆる方向からやるのがポイントです。
でたくさん傷をつけた方がいいんですね。その方がこう皮膚が生まれ変わるので、こういうパーツ分けをしたところでしっかりとこの縦横斜めこっち斜めっていうのを全部やります。 1,2,3,4,5,6,7 かな、7個パーツ分けてやります。で一番痛いのが案外おでこなんですよ。こう要は脂肪がないから痛いというかね、痒い、すごい小しょばゆいです。で血が出るまでは全然ないです。だけどまあ少し痛いってなるので、まあ痛みに弱い方はちょっと難しいかもしれないですけど、私みたいに痛いけど平気みたいな人は結構いけるかもしれないです。でこういうダーマローラーとかもとで買えます。はい、ではダーマローラーやっていこうと思います。まずですね、美容液を肌にたっぷりのせます。はい、こんな感じで、で顔のパーツをですね、こうちょっと区切ってくまなくローラーします。はい、まずこの辺から、痛い、はい、で次はね横です。横も何回かします。痛い、次斜め上、はい、次は斜め下、はい、これでこのパーツは OK です。鼻とかもね、こうちゃんとローラーしやすいようにこう平らにしたりして、鼻もね十分やっても大丈夫です。痛い、だいぶヒリヒリしてきました。じゃあおでこやろうかな。おでこはね案外痛いんですよ。横、かゆい、縦、あーなんかかゆいよ、小しょばゆい、で斜め、はい、あー小しょばゆい、はい、逆斜め、はい、なんかね痛くはない、小しょばゆい、はい、はい、斜めで終わり、嬉しいです。ちょっと最近ニキビができたので、ニキビ跡とかね、なんかあんまり痛
ないですよこのフェイスライン。はい、で終わった後はですねこれを消毒します。でガラス製の小さい器でいいと思うんですけども、これ薬局で売ってるエタノール、まあ、消毒液を用意してください。でこれでですねこれをこのまま入れてこう浸るぐらい、見えないかな、わかんないけど、これが浸るぐらいなみなみ入れてこうそのまま消毒します。でまあ5分ぐらい経ったら、私はこのまんまねこうやって乾かして、この上でこうやって乾かして自然乾燥させます。でその後にもうすぐこのケースに入れて保管します。なのでとにかく清潔に使うようにっていうのを心がけてやっています。それがなんか一番お家でやる場合は大事なので、そこを気をつけてます。はい、あとですねこのダーマローラをやった翌日は結構赤みが残ったりします。でちょっと肌が敏感になっているので、しっかり日焼け止めは塗ってください。で日焼け止め塗って、まあ、少しファンデーションとか塗ってもいいですけども、まあ、少しお肌に優しめのを選んだりするのがポイントです。はい、では動画が面白かったよという方は高評価の方を、チャンネル登録もお忘れなく。はい、ではまたパジャマ姉さんでした。